アイテム番号。SCP-694JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-694JP の新たな非自由者が発見された場合、即座に拘束し、可能ならば財団の民族学者と宗教家の監督のもと、女児湯プロトコルを実施してください。女児湯が不可能な場合、クラス F 記憶処理によって当該の人物が SCP-694JP-1 となった場合にその被害が他者に向かわないよう、細心の注意を払った後処分してください。SCP-694JP-1 の子孫、親戚筋についてはその全員に、足舟式円程度測定指標を参考に、その潜在的 SCP-694JP-1 変化傾向度数を測定し、程度 B を超えた場合は処分の対象としてください。説明。SCP-694JP は、大戦時に旧日本軍と収集員によって共同設立された特別医療部隊、以下、符号部隊、における、土蜘蛛、隊が関与しているとされる血脈伝来型呪術です。符号部隊の目的のもと、一般的に、として知られる、及び長野県、村に伝わる民間信仰とを組み合わせ、道村の近辺に古くから伝わる妖怪をベースとして作成されたと推測されます。SCP-694JP の手段によって、まじなわれた、人間、以下、SCP-694JP キャリア、は、その脳が活動を停止するか、不可逆、感知不能の重傷を肉体に負った段階で SCP-694JP-1 に変化します。SCP-694JP-1 となった人間は即死します。同時に、その死の原因を作り出した存在と SCP-694JP-1 が目する対象の下に、SCP-694JP-1 が現れます。この際、現れる場所は SCP-694JP-1 の意識、縁起が強く尊重されるようです。この際出現した SCP-694JP-1 はその全長が30から50センチ程度になるように縮小されており、出現した対象にしか視認できず、実体を持ちません。対象となった人物の報告によると、SCP-694JP-1 は出現時、その手足を丸め、ちょうど対象の片足、すね部を挟み込むような形で三角座りを行いながら出現します。一般的に SCP-694JP はこのような姿で現れると報告されています。SCP-694JP はこの体勢を保ちながら、出現した対象へと罵倒を浴びせ、己の死について対象を強く非難しながら回転します。対して、その速度は秒間 0.81 回転程度であり、基本的には永久にスネ部を中心に回転を続けているようです。対象が死亡した場合の SCP-694JP-1 の行方は、対象からのインタビューが不可能である上述の理由から不明です未確認です。SCP-694JP-1 は実体を持たないものの、出現している間、対象は極めて規約部を重く感じ、鬱血や足首のエソが併発する場合があります。また、この維持要請は SCP-694JP キャリアの子孫に受け継がれ、子孫も同様の維持要請を有します。財団の女児湯工作によって現在 SCP-694JP への新たな火呪いは確認されていませんが、符号部隊の拠点から回収された報告書によると、符号部隊の名目上の解散までに、人の人間がその実験によって SCP-694JP キャリアとされており、そのうちで消息不明な未確認の SCP-694JP-1 キャリアは、人に上ります。これらの人間の子孫、孫も同様に SCP-694JP キャリアとされるため、その早急な特定と女児湯が求められます。ほい、1。1996年04月日に作成されたインタビュー記録。対象。当時、SCP-694JP-1 キャリアとなった人物の息子、氏。インタビュアー、統合博士。父亲。氏は当時符号部隊に編入されていた父親を持ち、父が老衰による感染症の併発によって命を落とした際、そばで介護を行っていました。録音開始。統合博士。今晩は、まだ、その音は続いているようだね。はい。僕にしか聞こえませんが、まだ父は、こちらに話しかけてきます。統合博士、何と言っている？し、言いたくありません。聞きたくもないんです。統合博士、そうか、足の具合はどうだ？し、
とても重いです。本当に人間が、一人すがりついているかのようです。先生、私は、父がこんなことを思っていたとは信じたくないんです。東郷博士、しかし、確かに見た目は君の父親なのだろう？し、一方的に話しかけてくるだけです。こちらの言うことに気づいているとも思えない。ただ、すごい形相で、叫んでるんです。東郷博士、とりあえず、君を治せるようには努力するよ。録音終了。終了報告書。インタビューから57日のち、死の右足首が壊疽を始めました。一週間のち、死は収容室で自殺しました。死体は焼却処分されましたが、遺骨の右足首、および左足首の骨は火葬後に完全に切断されていることが確認されました。死自身が SCP-694JP キャリアであった関係上、その死の原因となった人物を自分であると考え、死後に自身の死体に現れたと推測されます。これにより、死後であっても SCP-694JP-1 が死体に出現する可能性が示唆されました。ほい、に、符号部隊の研究所から発見された文書。メイ、スネーさん、声優面からの兵士強化として、使用の行動を制御せむと試みる。実戦投入以来、年間破実用に足る効果を示むけれども、年以降の戦況悪化に順次上官のスネに出現す例の前兆が報告さる。よって廃棄処分とす、土蜘蛛、星加速隊研究班長府は、